さあ同じ静岡から徳松選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、徳松さんはまあ今年は本当充実してるんじゃないですか。すごくついてますね。はい、いや月だけじゃいかないと思いますよ。成績見てたってもう G1、 まあもちろんね本人も一番悔しかったとあの総理杯の2着もありますけども、クラシックの2着ありますけども、非常にこうね大崩れなくずっと勝ち負け演じてるじゃないですか。まあうまいこと拾ってますね。そうでございますか。はい、はい、さあ今節それで5日間モーターはどんな手応えになってますか。終始伸びは来ないなって感じで、うん、まあ、その辺は諦めて出足たんまりを、うん、しっかりさせようと思ってレースしてきました。なるほど。じゃあもうその辺のね良さを生かしながら、じゃあまあ伸びは、まあ、ちょっと諦めたというわけじゃないけども、まあもうその辺を生かすレースという感じですね。まあそうしてきました、はい、なるほど。そうなると例えば6枠ですから、まあ、ぐーんとも前付けして、うん、内側を伺うと、まあ普通に、うんうん、普通に前付けしていきます。そうですか、はい、普通に前付けだそうです。前付け宣言をしちゃいますか。まあとりあえずするだけして、まあ、取れる取れないは別なんで、うん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 、まあいつも通り普通に行って、うん、まあダメならローコースだと思うし、はい、まあ、取れれば1個でもうちになると思うし、うん、まあその辺は、うん、僕が決めるというより他の人の出方次第かなと思ってます。おっしゃる通りでございます。この SG に向けてのご本人の中の意識っていうのはどうですか。まあ、春に悔しい思いもしたって話もありましたけど、まあ不甲斐ないレースだったんで、うん、特にスタートをまあ、うん、買ってくれたお客さんに対して、うんうん、すごくそれが、うん、悔しくて申し訳なくて、そうですか。だから、まあ、今節というか今日はね、うんうん、ゼロ台は行く気ないですけどコンマ1は行きたいなと思ってます。なるほど、はいね、じゃあその春の悔しさをこちらの方でということで、今回 SG は8度目のチャレンジ、まあ、これまでは重賞は、ね、2回あるんですけども、今度こそ頂点ということで、ザ・徳松さんから、ね、前付け宣言とともに優勝に向けての宣言もお願いいたします。はい、濃くいきます。はい、ありがとうございます。